平和な昼下がりです。ジャン君も時々吐く以外は大丈夫です。時々吐くちょっと心配なんですけどね。まあでも元気にしています。そしてジャン君もポンちゃんもこんな風に寝ています。今日はね、気温が割合高いので部屋もぬくぬくしていて気持ちいいようですね。このエリザベスカラーもだいぶ慣れてきてですね、これをつけたままでもいろんなところにこう行けるようになっているし、もうちょっとの辛抱だしね。そしてポンちゃんも安心して寝ています。やっぱりジャン君がいると違うんだね。今ジャン君退院の日の動画の編集中です。真っ暗なところで泣いているポンちゃんのシーンですね。こういう声を聞くとですね、この人たちが騒ぎ始めるはずです。そうでもないか。この声はそんなに切羽詰まってないから。甘えた声だもんね。あの病院に行く前の声とかね。そうだね。ジャン君泣いてポンちゃん泣いてみたいな。じゃあシーンをもうちょっとかな。あ、これかな。ジャン君怒ってるって。ジャン君。あら、そう。はい、ジャン君。はい、大丈夫。ジャン君、はい、あなたですよ。ジャン君、この声はあなたなんですよ。ジャン君、ジャン君、忘れた。はい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 。でもそんな怖くない。まあね、昔に比べればね。比べるものがあれだからよかったね、ジャン君。ジャン君。はい、多分ネットの方がいいのかなとは。手出しても平気だぞみたいな声だもん。そうだね。ちょっとね、逃亡癖ではないんですけど、かなりちょっとトラウマもともと持ってるので、じゃあ思い出しちゃったね。はい、じゃあ帰るよ。帰りましょうよ。はい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 。じゃあ帰る。ポンちゃん、はい、さあ動画の編集を終わらせてアップしなきゃ。出られる。こっちでも泣いてる。はい、よいしょ、出そうか。はい、じゃあここで。はい、なんかよくわかんないね、ワンちゃん。上は危ないか。ちょっと傷も落として、はい、今生配信終えたところですが、ジャン君がこんなポーズで寝ています。あ、傷口かわいい。はい、傷口の具合は順調に治ってきているようですね。このエリザベスカラーのおかげでなめなめをできない状態が続いているはずです。変なポーズ、また変わった。今日はですね、今すごく外が寒いみたいなんですよね。で、このヒーターの前なので完全に緩んでいます。寒ければ寒いほどヒーターの前が気持ちいいんだね、きっとね。そうだね。はい、
順調です。